DSEE はソニーが開発した非可逆圧縮音楽ファイル用の音質向上技術である。同社のウォークマンやフリーウェアのソノクステージ CP-X アプリミュージックセンター 4PC に搭載されている。動作としては MP3 やトラック3 a AC、WMA などの非可逆圧縮音楽ファイルを解析し圧縮によって失われた広域の音を 予測演算、保管することで音質向上を図るものである。そのくステージ CEP やミュージックセンター4 PC ではチェックボックスにより ON、OFF を選択できる。しかし、現段階では基本的に低ビットレートで使用される HEAC では有効化されない。なおウォークマンに搭載されている DSEE は ON になっていたとしても、 一定の音質以上の高音質な楽曲や逆にあまりに低すぎる音質の場合修正不可と判断されバッテリー節約のため一時的に無効化される2013年9月以降に発表されたウォークマン F880 シリーズ及び ZX1 など同社のハイレゾ音源再生対応機器やスマートフォンのエクスペリアそして二千十八年公開のミュージックセンターー。 pc に搭載されている3 2ビット音楽ファイル再生には dac が必要である mp3 aac などの非可逆圧縮音楽ファイルや wav の非圧縮音楽ファイルフラックアロックなどの可逆圧縮音楽ファイルといった cd 音源相当ファイルや cd 音源を通常の dse e の動作に加え最大 192kHz 2 4ビットの ハイレゾ音源相当にアップスケーリングし音質向上を図る。2016年に登場したウォークマン A30 シリーズと WM1 シリーズからは最大 192kHz32bit まで拡張され WM1 シリーズと ZX シリーズといった上位機種は楽曲別に5モードから選択できるようになり2018年に登場した ウォークマン A50 シリーズからは AI 技術を搭載し処理をしている楽曲のタイプを AI が自動で判別高音域の補正性能を向上させた A50 と同時にリリースされたミュージックセンター4 PC の DSE-HX e が AI 版かどうかは明確化されていない2020年9月から一部のワイヤレスヘッドホンにおいてアップデートで DSE HX とイコライザーの併用が可能となった。2020年8月7日に発表されたノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスヘッドホンの WH-1000XM4 から 1000X 1000シリーズと2021年7月21日に発表されたホームシアターシステムの HTA9 サウンドバーの HTA7000 に搭載されており 前述の AI 技術搭載 DSE-HX e を改良したもので、リアルタイムで曲のタイプを分析して、最適なアップスケーリングを行う機能を搭載し、LDAC コーデック接続時にも DSE-EXTREAM とイコライザーの併用も可能となった。後述の d s e e u l t i m a t と同じく LDAC コーデックを使用しての送信時にも対応しているが、 周波数帯域処理は 96kHz まで、ビット深度の拡張は、エクスペリアの DSEE Ultimate と同じ24ビットまで。2020年2月24日に発表された、スマートフォンのエクスペリア一2以降の1.510シリーズに搭載されており、前述の AI 技術、搭載 DSEE HX DSEE、 エクストリームから AI を 192kHz までの周波数帯域処理に加え、エクストリームと同じ24ビット振度の拡張にも適用し、ストリーミングサービスや動画、ゲームに対応した。また、優先ヘッドホンの他に LDAC コーデックを使用しての送信時にも対応できるようになった。2020年10月から、ウォークマン A100 シリーズと、 ZX500 においてアップデートで DSEE Ultimate が搭載されたが W Music かつ有線接続使用時のみ適用される。周波数帯域処理は x p e r i a と同じ 192kHz だがさらに 32bit 深度の拡張を行える。W Music 以外のアプリでは従来通り AI 技術搭載の DSEE HX が作動する。 ありがとうございます。